どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日ね、はい、まあいろいろね、世の中にはオーダースーツっていうのがやっぱあるけども、やっぱオーダースーツってなんやねんっていう、例えばね、はい、いや、あのカスタムオーダーとか、はい、イージーオーダーとか、はい、あとセミオーダー、あー、はい、ね、っていうとか、あとね、あ、ビスポークテーラーとか、こういろいろ言うやんか、うん、じゃあほんならそれって、どうな、なんやねんっていう話にあって、うん、まあ、いろいろこうカテゴリーがあるわけですよ、はい、でもそれって結構なんていうかな、曖昧で、お客さんがわからんなってることって結構多いと思うんですよ。そうですね、浅見君、もうご一緒と思ってる方がほとんどじゃないですか、すべて。俺が説明しよう。あ、こっちか。俺が説明しよう。人の方借りてもだけど。な、それはもうだけど、でもいろんなやり方があるから、はい、それはもう物議醸し出すから、うん、俺はもううちの会社はこういうことやでっていうことを俺が説明する。はい、お願いいたします。うん、まあ、大きく分けて、はい、オーダースーツだけではなく、はい、この紳士服業界には、はい、もともと一番最初の発祥はフルオーダーです、はい、フルオーダー、フルオーダーとは、はい、仮縫いがついたやつですね。そうですね、うん、あれ偉、ね、い簡略し簡略し て, 略して、うん、フルオーダーっていうのは何やっていうと、まあ、まあ採寸して、で、まあ、型紙作って、ね、で、今度あのお客さんに仮縫いっていう工程があるんで、はい、で仮縫いをして、でその仮縫いっていうのは何かって言ったら、まあ、仮で縫って、じゃあここにシワがあるとか体の癖あるやんか、その体の癖を、癖取りって言うんだけど、こうつまんで、うん、まあ、まあ、大まかに言った喋り方しかせんね今日は、はい、細かいことはいっぱいあんねんけども、まあ、仮縫いっていう形でこう癖取ってて、これでどうですかって見せといて、まあ、本縫いっていう、前なら商品をあげるんだけどね、うんうん、これが元々のフルオーダーっていう部分だよね、はい、だから工程が多いからコストも高なんねん。で職人さんっていうのも、元々のフルオーダーはもう一人でやってたりとか、あとも言うたらその、何時の、まあ、裁断する人と縫製する人とか、こうね、仮縫いのコストもあるから、値段がゴンゴンゴン上がっていくよね、言うたら。そうですね、うん、ね、高級品ですね、高級品、高級フルオーダー、もともとはそこから入って、じゃあ、ね、一般の人は、そんなもんね、給料の何ヶ月分とか言ったら、もう、なかなか手届けへんやんか、うん、うん、だから、うん、そこでもう誰でも買いやすくしたのが、既製服やねん、あ、うん、これが2倍看板、個別生産がフルオーダー、はい、で大量生産が既製服なわけや、はい、ね、言うたら、で、やっぱりこう、なんていうの、買いやすい値段っていうのは、もうやっぱり画期的やんか、言うたら。うん、うん、で、まあ、それが流行っていくんやけど、でそのうちどん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 、まあ、まあ、既製服っていうのが主流になっていくんやけど、はい、もちろんその、もうフルオーダーじゃないと、スーツはあかんという方も今でもおられるからね、言うたら、うん、うん、うん、まあ、フルオーダーのメリットっていうのは、それはもうな、お客さんが言うた通りにこう、例えば体の癖取って、こうしましょうか、ああしましょうかということで、なんていうの、あれ、ビスポークテーラーっていうの、ビスポーク、うん、ビスポークっていうのかな、はい、うん、いうことをこうやっていくやんか。はい、うん、で、なんていうの、まあ、メリットとしては、まあ、そこが、ね、自分だけ の, その体に合わせた服ができますよっていうのがフルオーダーの、うん、メリット、オリジナルを追求できるやんな、言うたら、はい、うん、体に合わせたりとか立体的に上げたりとか、こう、なんていうかな、もうほんまに鎧を作るのはもうフルオーダーは得意中の得意やな、はい、うん、まあ、それが今風かどうかは別という問題ですよね。そうそうそう、になるかどうかっていうのは、うん、が、まあ、一つの言うたら、なんていうかな、まあ、デメリットっていうとあれやけど、うんうんうん、もちろんメリットでもあるんだけどな、言うたらその、はい、ちゃんとした技術をお持ちの方であれば、うんうんうん、でもその人のセンスも関わってくるということだよね。そうですね、うん、で、まあ、あと、なんていうかな、まあ、もちろん仮縫いという工程があるから、その分、コストも高くなるよね、はい、で、もちろんその納期的な部分、うん、一人でこうパターン作りもせなあかんやろうし、もちろんその採寸だけしてそういう外注に出すとこもいっぱいあんねんで、うんうんうん、ここがややこしいところで、色にこう枝分かれしていくよね、はい、フルオーダーも。だからフルオーダーやから全部言うたら、まあ、よく特になハンドメイド論ってあるけども、そのなんていうかな、マシンメイドとかハンドメイドとかもあんねんけど、100% 手縫いのところ のフルオーダーでハンドメイドのところっていうのはほんまに少ないで今、うん、実は
うん、やっぱりミシン使う人もやっぱおるやろしな。あ、そうですよね、うん、で老朽化してるから特にあの裁断あるやろ、はい、裁断を逆にもうキャムとキャドっていうのを使ってるところも多いもんね、機械を。あ、うん、で、あの仮縫いがあるのも一応フルオーダーやからね。そうですね、うん、だからハンドメイドっていうのはあのどっからどこまでハンドメイドかっていうのもあの難しい話。流行のデザインも追いかけるのは既製服がやっぱ一番やね。そうですね、うん、ラインに流せれるからあの商品をね、すごくこうなんていうかな、あの綺麗に見える、うんうん、であともう一個はあのなんていうかな、まあ製品としてあげるから、物を売っていくのに対してもそれ見てそのまま持って帰るだけやんか、既製服っていうのは、はい、だからすごいこう販売しやすいね、言うたら。そうですね、うん、これが大きなあのメリットやんやけど、じゃあデメリットって何や言うたら、2パンツとかな、であとなんていうかな、上下の組み替え、まあ、特に上下の組み替えやな、うん、上着は合ってるけどパンツが合えへんっつってね。そうですね、うん、それができひんのがな、できにくいっていうのかな。やっておられるとこもあるけど必ず残るからね、そのどっちかは。そうですね、うん、だからあのなんていうかな、既製服っていうのはそういった意味で作り込むから、そういう細かい対応はできないっていう部分かな、うん、あとサイズスペックをたくさん、仕入れ、あの 作り込まなあかんから、どうしてもこの間もあの既製服 その説明のところに説明させてもらったように、なんていうの、端寸とか例えば簡略された SML とかになっていく風になって、消費者から言うたら選ばれへん、サイズが選べないっていうのも、まあ、一つのデメリットやな、言うたら、うんうんうん、まあ、中心サイズの、ね、A の5とか、A の6とかやったら、ね、YA の6とかやったら、ね、あの困ることはないんやけど、はい、それ以外の人がな、うん、ちょっと既製服では困るのかなっていう話かな。まあその、まあ大きな二大看板、フルオーダーと既製服っていうのがあって、それを、のその2つのを、まあをコンピュータ化というか裁断を、個別生産ができる、なんていうかな、 CAD と CAM って言って、はい、まあ、CAD っていうのは設計やね、言うたら、はい、で CAM っていうのは、切る機械やね、言うたら、うん、一着、縫製一着裁断できたのが、フルオーダーのコンピュータがイージーオーダー、はい、ね、で、既製服のコンピューターが個別生産したんがパターンオーダーっていうのがうちの大体 あのシステムの流れ、うん、はい、分かれる、はい、うん、だからなんていうかな、じゃ あのフルオーダーの、まあ、メリットを、まあ、もちろんデメリットも引き継いでる部分もあるんだけども、メリットを、引き継いで、CAM で、一着裁断ね、うん、して、CAD で構築してね、パターン引いて、はい、でそのままデータとして、CAM に引き継いで、うん、カットしてる、はい、ね、ほんで何ていうかな、個別生産がしていくっていうね、うんうん、これがイージーオーダーやね。だから、もちろん、体のサイズだけじゃなくて癖取りの部分は補正っていう、ね、体型補正、例えば撫で型、怒り型、屈伸半身ってこうあるやんか、はい、あれも一イージーオーダーは、うちの場合ね、基本的に備わってんね、うん、ただこれも問題で、じゃあ、フルオーダーっていうのはそうやって仮縫いしてそのお客さんの目の前でつまんでいくやんか、はい、うん、だからその、なんていうかな、癖量っていうのはその人その人やけど、こうイージーオーダーの場合はそれが簡略化されただけやから、はい、なんていうかな、その、なんていうかな、緩和しますよってことだね。こう、そうですね、うん、パターン上で撫で型っていう補正がかかって、その、撫で型が、緩和するように、うん、補正をしようねんね、はい、だからここは難しいところやね。そうですね、うんうん、だから見たらあくまでイージーオーダーっていうのは、まあ、言葉悪いけど簡単オーダーやから、うんうん、今でもイージーオーダーっていうのは使えへんやんか。うん、今オーダースーツとか例えばカスタムとか、うん、さっき言ったビスポーク、オーダーとか、いろんな言い方があるけども、基本的にはだからイージーオーダーを使っておられるかパターンオーダーを使っておられるかはその会社によって違うからね。そうですね、まあ、定義もはっきりと決まってないですね。決まってない決まってない、はい、決まってないけどうちではそういう、そうですね、うん、はい、いうことだよね、言うたら。だから、撫で型怒り型っていう補正の欄にあったらコンピューターが自動的にその
今までこういろんな経験のもとに構築された、まあここはノウハウの問題なんだけど、そのパターンを修正していくよね、うんうん、でだからといってじゃあほんなら 100% とあのそういう癖が取れるかって取れへん、はい、それはもちろんあのなんていうかな、じゃあ癖が取れてるもんがあの商品なのかっていうのも、それもまたあのまあいろいろこう、考え方になると思うよね、言うたら、うんで、既製服のそのパ、の、個別生産、あのコンピューター化して個別生産したものがパターンオーダーって言うんだけど、はい、だからそれをもうちょっと規制をかけた部分がパターンオーダーやね、うん、うちではな、はい、うん、言うたら体型合数で上下の組み替えだけできるとかね、はい、あと襟だけ、あの細かいパーツじゃなくても襟は変えれるけど、例えば腰ポケットは変えられへん、うん、まあ、うちは変えれるけど、うん、で補正はかかりませんと、はい、うん、丈にもまあプラス、ま、な何センチかっていう、うん、いう話になってくるね、言うたら、うん、だから、大きく分けて4つです今は、はい、うちではね、はい、でその中から、まあ、うちではというかフルオーダーはうちはやってないんだけども、うん、だから、特にイージーオーダーというのはそのフルオーダー、のそのデメリットの部分、デメリットの部分は、うん、あをちょっと補ってる部分があるんだよね。それは何でかというと、まずコストの問題、あともう一つはさっき言ったようにフルオーダーってだからその人によって、はい、何ていうの、その形っていう部分は、うんうん、センスがいるやんか、はい、でイージーオーダーっていうのはそういうこう例えばマスターパターンっていうけど、基本的なマスター、あの、まあ、既製服で流行ってるパターンを、イージーオーダーのその、補正ルールに入れることができるんだよね、はい、でパターンオーダーについてももちろんそうやんか、だから、まあ、どっちかというとデザインオーダーって言って、まあ、スタイル重視やんか言ったら、うん、だからこれはじゃあほんなら補正がかからんからあかんもんかって、そうでもない、うん、うん、だってまあ言うたらまあ何ていうの、まあ、体に合わせしすぎるっていうことは、スーツ あのバランスっていうのは多少なり崩れていくからね、あ、まあそうですね、うん、ジャケットとパンツのバランスっていうのも大事ですもんね、そうそうそう、だってあの考え、これも考え方で、あのかっこいい服が欲しいのか、うん、体に合った服が欲しいのかっていうのはそれはお客さんによって違うからね、うん、うん、だからそこが難しいところやね、この洋服業界っていうのは、うん、まあ、大きく分けてこの4つ、うん、だから、呼び方をみんな変えていってるもんね、うんうん、そのイージーオーダーっていうのが嫌やからって言って、そうですね、うん、なビスポークって言っても、ビスポークで大体どういう意味だって、あの B 動詞あるじゃないですか、イズとか、ほう、難しいこと言うなお前、うん、B スポークンなんですよ、おう、もともとは過去分詞形ね、スピークの、うん、スポークンって、はい、だからこうお客さんから、うん、テーラー職人さんが聞いて作りますよっていう意味で、うん、ビースポークンからビスポークになった、うん、お前詳しいな、うん、だからそういう、こう、お店とかもね、例えばカスタムオーダーって言われるところもあるやんか、はい、ありますね、うん、カスタムオーダー、うん、他にどんな言い方する、あとは何やろうな、イージーパターンカスタム、うん、もうコンピューターオーダーシステムというところもあるからな、ありますね、ある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 、うん、でもほら聞こえがあんまり良くないね、 どっちかやったら皆さんこうハンドメイドっていう部分がやっぱりええもんやっていう話になるから、うん、だってどこあの、まあ、まあマシンメイドでもな、それ人が扱ってるからな、そうっすよね、うん、は、うん、で何ていうか、もちろん手祭りせなあかん、祭りの部分がな、ね、はいはい、手でやってる部分もあるから、うん、だから難しいね、だからフルオーダーも今あれ職人さんがおらんとこっていうのは、あのさっきも言ったように、あの何ていうかな、あの意外とあのマシンメイドを入れてるとこ多いもん、ね、うん、うん、まあマシンメイドって言ってももうその一人の職人さんが全部それをもしやったとしたら、うん、フルオーダーですもんね、完全に、だからそのフルオーダーのカテゴリーって難しいね、そうですよね、うん、だから別にフルオーダーはハンドメイドってことでもないし、そうですよね、うん、まあ、あのマシンメイドがじゃあ、あの何ていうの、イージーオーダーかっていうわけでもない、うんうん、難しい、そう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 、だから、まあ、オートマティックは思ってくれたよね、はい、うん、あのコンピューター化したもんは、そうですね、うん、オートマで、あのマニュアルがフルオーダーと思ってくれたよ、はい、うん、既製服は何なの、うん、既製服はもう何なんでしょうね、うん、まあまあね、既製服はだってあれやんか、でもまあこの業界で一番売り上げあるあのトップのとこなんかもそうやけど、やっぱり既製服っていうのはやっぱり買いやすいから、うん、うん、ね、
やっぱり既製服の方がやっぱりすぐ持って帰れるというのがメリットやな。見て帰る。そうですね。で、試着できるんやん。そうですね、うん、流行りも先端を行ってますし。そうそうそう、だからそれをイージーオーダー、あ、イージーオーダー、フルオーダーはできひんが、だから借り縫いっていうのがあるわけやろ。で、うちらの場合はそれを補ったのが、サイズンゲージ服っていうやつ。そうですね、うん、そのサイズンゲージ服で、お客様が着用していただいたときに、ここは例えばここはもうちょっとこうなりませんかってこう言っていただけると補正は入れるけど、それ以外はもう基本的には補正入れへんもんな、うちも。ですね、うん、まあそのゲージ服っていうのも2センチピッチであるんで、うん、補正というよりは細かいサイズ調整で補っていくという感じですかね。だからお客様は来てもらった時に、そのゲージを着た時にああしてください、こうしてくださいってできますかできひんですかっていうことを聞いた方がいいよね。そうですね、うん、うちはできませんっていうことを言い張るから多分、うんうん、そうですそうです、うん、まあ、まあ、言うとある意味で言うたら、まあまあ、例えばイージーオーダーの場合やったら緩和させれるか緩和させられへんかっていう話なんだけど、うん、100% の補正ではないという、うんうん、だって今だからそのお客様を見て補正をかけるわけじゃ、なんていうの、コンピューターが判断するわけじゃないから、ね、僕らが指示せなあかんから ね、はい、ですね、うん、だからそういった意味では言うたら何ていうかな、補正っていうのも、まあ、ないよりはあった方がええからね、言うたら、うんうんうん、でもそういうルールが、イージーオーダーにはありますよ。はい、うん、パターンオーダーはそのルールがないですよ。そうです、ね、うん、ただ注文して体型合数で上下の組み替えはできますよっていうのがパターンオーダーやね、うん、うちではね。そうです、ね、うん、でも俺もまあ、大手さんとか行って、まあ、イージーオーダーの加工を受けるときにもうイージーオーダーをパターンオーダーいうところもあるね。ありますね。あんねん、うん、うん、イージーオーダーやのに補正が入れへん会社もあんねん。うんうん、だどこも否定はできひんけども、はい、うちはまあ、うちが認識してるシステムはこれ4つやなって言って、まあ、うちはそのうちフルオーダーはやってませんって話、はい、ね、この話分かる？分かります、うん、だからまあイージーオーダーは、うん、フルオーダーよりも価格は安いですし、うん、納期も、うんうん、短いな、短いですし、でもあれで何ていうの、フルオーダーでも頑張ったらその2週間で仕上げる人もいてあるからな。地へど吐く思いでやってるかもしれないですね。そう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 。生産数っていうのは意外とだからもう何ていうのかな、によって単価に、跳ね返ってくるから。そうですね、うん、だから例えばただテーラー屋さんでさ、なこのスーツ1着50万ですねって言って、それ例えば生地がそんなに高くなかったとしても50万ですねっていうのは、自分そのテーラー屋さんが何本も欲しいかやろ、言うたら。そうですね、うん、それが1着しか上がれんかったら1着でも50万欲しいけど1着しか上がらんかったら1着50万になるやん。そうですね、うん、月収50万円ですもんね。そうやで。で2着やったら例えば1着25万になるだけであって、はい、うん、さじ加減ですよね、その辺はね。さじ加減というか、自分がどうやったら生活できるかだけの話。そうですね、はい、うん、だから生産数っていうのはすごい大切。うん、うん、生産が下がるとそれだけで言うたら商品単価が跳ね返っていくから、はい、うん、で、まあまあまあ、うちの場合はね、そういった意味では、一貫して全てのことをまあ、自分のところでこう、賄ってるけども、うん、賄ってないところでこれ外注さんとか出し張るところあるやんか、はい、ああいうところはもっともっとコストがやっぱりちょっとやっぱ跳ね上がってくる可能性はある、ね、そうですね、うん、ね、はい、もちろんそういうこうまとめの技術ある方がいやいやもう安くでええよって言ってるとこやったらまだな、それはまたコスト削減にはなんねやろうけど、うん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 、そういうことやね、はい、うん、だからうちは全部の、フルオーダー以外は全部できるんだな。はい、うん、制服もできます。できるできる、うん、仮縫いもやろうと思ったらできんねんけどな。ああ、そう、指示さえくれたら。はあ、ただもうシステムとしてもうそのだってそりゃそうやん、ね、だってもう仮縫いやってここつまんないやつ縫線してくれ言うだけでもうそこまで工程に流すだけやから。ああ、そっかそっか、うん、縫うだけやから、まあ、できんけど、できるけど、うちの会社としてはそのフルオーダーっていうのは、まあ、取り扱ってないね、今のところ。うん、店でやってないやんか。やってないです、うん、やってないから。もちろんコストも上がっていくしな、言うたら、うん、うちらも言うたらそのイージーオーダー、パターンオーダー、既製服っていうシステム、3つのシステムを使って工場の生産を埋めるという、ことが目的やから、うんうん、っていうことです。はい、はい、こんな話でいいんかな。分かりましたよ、はいはいはい、ということで、今日は、オーダースーツの説明について、お話しさせてもらいました、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。オーダー
発 M2 プラント、フライデーフットボールスタジアム、毎週金曜日夕方2時35分ぐらいから僕西川大輔が FM802 で担当しております。で、M2 プラントさんと一緒に、まあ、いろんなそのスーツとサッカーを交えて番組を届けてますので、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。